牛場拓造から1922年3月5日は、明治期から大正期のジャーナリスト、官僚、実業家、政治家。慶応義塾出身、衆議院議員、山陽鉄道取締役会長などを務めた。伊勢国安納軍渋見村の井草家に生まれる。伊勢国一主軍の牛場慶次郎の養子となる。慶応義塾に学び、島田サブローラと共に、陸津宗光の家に帰職する。 郵便放置新聞記者、兵庫県庁の官僚課長を経て内務省に出資。1881年、明治14年の政変で罷免されげや。1882年、新聞、時事新報の総監に参画式辞を執筆。同年12月末に、井上角五郎らと共に、朝鮮内部の改革のため赴任し、朝鮮政府の顧問となる。 1883年5月に帰国後、大倉省に出資。衆議院議員を経て、1894年、採用鉄道会社総支配人となる。食堂車や寝台車を日本の鉄道で初めて導入するなどサービスの向上に努めた。日露戦争時には大量の軍隊を輸送。1904年、佐ぬ鉄道を買収し、鉄道連絡船も含めて、 自社内で本土と九州、四国を連絡する路線網を築く。その後、帝国ブラシや千代田生命保険取締役を歴任した。息子は牛場哲郎。牛場哲郎の子供は牛場智彦、牛場道夫、牛場信彦、牛場泰造。卓造の娘、田津は東洋英和女学校で教育を受け、ニューヨーク在住の実業家、荒井良一郎と結婚。 人事更新録3版67ページありがとうございます。